こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ありましたね。ねえ、うん、そうね、久々に。そう、本当に久々だった。もうなんか8月で全部休んだじゃん。8月はずっとやってなかったの。やってなかったよね。そう、だからもう1ヶ月以上、小笠原行く前だったから。そうね、小笠原行く前に、で、あのだって先生と小笠原が一緒だってことに気がついて、ね、で知って、小笠原でだって先生と会ってみたいなね。そうだよな。まあ一通りのことはやったんだ。やったのな、一通りのことで。今度は応用編にこう入るんだけど、でもその基礎はね、やっぱり一つ聞くとね、やっぱこうかなりな、抜けていってしまうからな。小笠原の時は結構ね、みんなの手相見たりしてね、そういい感じだったのね。そうなんだよね。まあだからもっともっとね、やっぱり実践を積んでいかないとね、いけないなっていうのがあるね。そうだね。だから知識がある人はたくさんいるんだと思う。知識としてある、それを使える人がいるかどうかってまた別の問題なんだよね。そうなんだ。役に立つっていうかさ、そう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 な。だからってそうで、どうしてもさ、当てる当てない、当たってるとか当たってないとかさ、いうことがね、占いっていうのはさ、結構重視されるじゃん。だけどさ、例えば手相でもいいや、あなたの体占いでもいいし、インド先生でもいいけどさ、見てもらってさ、わ、当たってるよ、これ当たってるって言うんだったらさ、別に自分知ってることだからさ、占いする必要ないんじゃないの。まあね、まあ未来のこと、これから先のことっていう意味で、なら別かもしれないけど、あ、そうです、私はそういう人です、そういう人生でしたっていうのはね。それは別にさ、自分知ってるんだから、わざわざ占いする必要ないわけよ。だから本当に占いっての意味だよね、何のために占いやるんだっていうことになるとさ、これはさ、やっぱしこう、まあ自分のやりたいこととかさ、やろうとしていることっていったことをこう読み解くのが一つだろうし、同時にやっぱりもう一歩踏み出すための一つこう背中をポンと押してくれる、でそのきっかけにするってもあるよな。そうだね。な、そう。だから自分では思っててもさ、なんか動けない時ってあるじゃん。その時に、まあ、ちょっとまあ解説というかさ、が入ると、あ、やっぱり今までやってきたことはそのためにあったのかとか、なんで今まで苦労したんだろうとかね、あとそろそろかなと思ってたけど、やっぱりこうドンピシャ、特にインド先生なんてもうはっきり分かるからね、いつからもう星が変わるみたいな、もう皆さんも息を飲むよね、やっぱりみたいな、なんとなく思ってたことって当たってるみたいな、そうだよね。そうもそうだよ。そうだからさ、やる、どうしても我々ってさ、目先のこと、うまくいくとかいかないとかさ、ね、得した損したとかさ、ね、そんな風なことで物事判断しがちなんだよね。だけど占いっていうのはそれをもっと長いスパンで、俯瞰できるんだ。な、自分の人生を俯瞰できるわけだよ。な、いろいろ話を聞きながら、だから、今多分俺59歳と、ね、そうすると、40から70までをこう見れたりする、なんとなくこう、ああふわーっと自分の中で浮かんだりするわけじゃん、な、そういうことによって、行動が変わってくる、な、今目先のことで振り回されて右へ行ったり左へ行ったり、ね、フラフラフラしてしまうような状況が、占いをしてもらうことによって、もっとこう方向が定まっていく、な、そんな気がするんだよね。そうかもね。だからそういうふうにさ、上手にこう、合ってるとか合ってないとかさ、当たってるとか外れてるとかそんな話じゃなくって、やっぱり見てもらう側もね、上手に使わないとさ、そうだね、お金払うんだからもったいないよ。そうだね。より良い人生を生きるために活用してほしい。そう、そしてその時だけ言われてホッと安心して、まあ、そのホッとすることも大切だけど、それだけではもったいないわけよ、な、その先、さあ今自分は次の一手をどうするのか、ね、どう踏み出すのか、というふうなことまでさ、やっぱりこう、要するに占ってもらった側もキャッチしないとな、言葉だけで理解するんじゃなくてさ、かもしれない、でもさ、基本的にこう、例えばじゃあ脳のシワが手に現れるとするならば、何を考えてるかってまずここがこうアウトプットされるわけじゃない、でもせっかくアウトプットされたものをやっぱり行動しないとさ、動くのは自分だからね。そうだよでしょ、アウトプット、あ、インプット、要はもう実はもうずっと昔からインプットしてることがあって、ね、それはもしかしたらずっと昔っていうのはもう人類始まった頃からっていう、そういう昔かもしれないしさ、生まれた時からってことかもしれないし、
そのインプットしたものがせっかくこの手のひらにアウトプットされてるんだったら、うん、アウトプットされてるものをどうやっていつやるのかってことだよね。そうそう、だから本来ならさ、うん、何もしなくたってつか勝手にね、うん、動いていくはずなんだね、体がね、自分でプログラムしてんだからさ、うんうん、パソコンでさ、ワープロでね、うん、変換すればさ、うん、文字が変わるように勝手に動いていくはずなんだ、うん、だけどもいろんな社会の通念とかさ、うん、いろんな周りからの雑音とかさ、うん、ね、まあ、ある種洗脳みたいなものもあるだろうし、うん、いろんなことによってもう自分の変換ができなくなってる、うん、ね、本来の自分のプログラムがとか言っちゃってる、うん、と思うんだよな、うん、そういう考え、うん、だからやっぱりそういうの必要なんだよ、その指針をきちんと見出してくれるものっていうのはどうしても必要になってくる、自分を取り戻すんだよね、本能だけで生きてればそれで一番いいんだよ、うん、本来はね、本当はね、うん、でもその私たちが本能だと思ってることは実は本能ではないんだよ、そうそうそう、いろんなものがもうくっついてしまっていて、そういうこと、本質ではないってことでしょ、そうそうそう、うんうん、だからそれで例えばね、いろんなことでいいことやってるような人たちでもさ、うん、やっぱり果たして本当にそれがいいかとかわからないし、うん、ね、社会であんまり良くないよって言われてることは本当は、悪いことかどうかもわからないし、うんうん、なというところもあるわけだ。そうだね。ああ、深いですね。そうなんだ。うん。うん、だから一つのその指針として自分は、うん、自分にとって、うん、ね、周りはどうでもいいよ。うん、ね、周りの判断というか。評価とかさ、うん、言うんじゃなくて自分にとって何が必要か、うん、何をすべきか、うん、どう生きるのか、うん、とか言った、うん、ね、今何をするかとかさ、うんうん、そういうことがさ、うん、やっぱり一つのヒントが、うん、その占いの中にあるわけで、うん、それをこうグッとキャッチして、うん、そこを自分できちんと、うん、こう噛み砕いて、うん、ね、うん、消化して、うん、そしてみんな自分の血とか肉とかさ、うん、していくというふうな、うんうん、ことじゃないかなと思うけど ね、うん、昨日久々にね、私本屋さん行ったんだよ、バッコの本屋さん行ったら、うん、もう占いコーナーできてたね。ああ、そうなの。もう9月でしょ今日から。ああ、うん、9月は何で占いの。いや、だからもうあと9、10、11、10なんて4ヶ月だと、もう、もう2016年にもうみんなだんだん意識がもう目が向いていって、うんうん、もう極端なこと言えばこう持ち葉書の印刷とかさ、そういうのももうスーパー行ったらもうかかってるわけよ。だから準備がいい人ってね、うちらなんかいつも年賀状だってもうギリギリだけど、準備がいい人はもう見据えてるわけよ、年末年始を、うんうん、そうするともう本屋さんにもちゃんともう占いのコーナーがもう、ああ、そうで来年はどうなるかってね、そう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 、まあ、みんなだから先のことばっかり心配してるんだよ。まあね、まあ、今日という日をまずしっかり生きることが大事なんだけども、うん、でも今日だけでこの世的なことばっかりでもダメだしさ、うん、やっぱりある程度流れも知らなくちゃいけないしって、うん、私はほら今ねこの勉強してるけども鑑定思考するという、うん、あのタッキー先生の体占いな、うん、うん、ひょんなねご縁からこういう鑑定士コースを勉強する身となりまして、うん、もうこれから追い込みなんだよ私は、うん、そうだね、うん、で来年の鑑定士を作るんだよ、うん、そうだね、1年間どうなるか、あ、そう、もう絶賛受付中ですから小原弘美やりますもうすでに2件鑑定書の申し込み、どういうこと、1年間のあれ、うん、1年間のどういう体占い的に言うとどういう1年になるかっていう、うん、そういう一人一人のパーソナルな鑑定書っていうのがあるわけ、まあ、これねこの音声だからお見せできないんだけども、うん、1年間どんなですよとか、うん、例えば結婚はどう、結婚じゃない、仕事はどうとか、どうなんだっけ、うん、対人関係はどうとかみたいなの。ああ、そう、うん、でもさ、それインド先生とはどう違うんですか。本当ね、これはまたね語ればもうすごい、うん、あれなんだけども、元はだよ、うん、まあ、体占いも宿命教っていうのがあって、うん、でインド先生術はインド先生だったけども、うん、元の大元たどればインド密教なんだ。あ、だから、うん、そんなにずれてはいない。ああ、そう、うん、ただ、まあ、やっぱりね大雑把にさ、うん、大雑把ったらあれだけども、まあ、血液型にしたらね、うん、A 型 B 型、うん、O 型、うん、AB 4つかにしてみたら体ちゃんとか27なんだよね、うん、27に分かる、うん、どっかに所属するとなるんですよ。そういった意味ではやっぱりインド先生実はパーソナルだから な、うん、それぞれだからな。でもその鑑定書に基づいて、じゃあ私はとなったらもっとよりパーソナルなと思うけどね、うんうん、例えば私だったら素手の人なんだよ、うん、素手の人はだいたい1年間こういう傾向がありますよ。ああ、そうか。でも小原田博美さんはこうですよってところは私は行きたいわけだよね。そうだな、それは必要だよな、うん、ああ、なるほどな、うん、そういうあれがあるわけだなって、うん、使い分けっていうかさ、だから普通一般的には十二星座って言って、うん、西洋占星術だって十二に分類されて、うん、本だってそうでしょ、十二、うん、にあるわけ。そうだな、うんうん、でもそれは体の場合27、うんうん、あるということですよ、ね、でインド占星術はもう個人個人なの。
もうパーソナルですね、ドンピシャホロスコープで。まあそれはそうだよな、生、うん、年月日と時間と場所だから、うんうん、まあいないもんな。まああとは双子だったらどうかってことでしょ、わずか何分か違いで何十分か違いで生まれてきますって時に、まあ微妙に違うんだけどね、うんうん、そこはまあリーディングだよな。そうそう、リーディング、そこが入ってくるからな。そう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 、そこはもう得意なところでございます、うん、なるほどね。まあそういう使い方だから、まあ後半に入って、うん、まあ来年ね、まああんまり先のことを気にする必要ないとは思うけれど、9、10、11、あと4か、まだやることいっぱいあるからな。いっぱいある。そう、でもまあ来年に向けて何か今やっていきたいっていうふうなことがあるなら、うん、今まあこれからね、そういう形で、来年の運勢を見るっていうのも一つだけどな。そういう来年になるんだったら、まあ、あと4ヶ月で何をしようっていう、ね、まあそう、それは大事だよ。それ 今、うん、今がね、まだまだ、ね、今日が大事です、うん、まだ半分ちょっと過ぎたばっかりだからさ、今日が大事です。2015年だよな。はいな、はい、そういうことで、じゃあまたね、占いも本当に役に立つと思うんだよね。活用しつつ、はい、うん、歩いていきます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。